どうも、ハチユリマスです。今回の動画は今映っているオオミズヘビの、脱皮の皮の回収と、あと水替えと、あと初めての体重測定をやっていこうかなと思います。はい。で、脱皮している間はちょっとね、水替えができなかったんで少し汚れてるのと、あとね、あのまだ食べられてない小赤たちもいるんですけども、まあとりあえずね、掃除していきたいと思います。ちょっと顔をズームしてみようかな。こうね、脱皮した直後が一番色が発色が綺麗で、まあこういうね、色してます。すごい綺麗でしょね。で、隣では安定のオレオが暴れてるんですけども、まあ早速ね、メンテナンスをしていきたいと思います。ほい。で、まずはね、どうしようかな。水替えなんだけども、まず脱皮の皮を回収してやっていこうかな。で、脱皮したのも2週間前に脱皮して、その前も2週間ぐらいに脱皮して、なんかめちゃくちゃ頻度が多いんですよね、脱皮する回数が。で、多分こう水蛇って他の蛇に比べてこうずっと水の中にいるんで、まあ、それでね、こう皮がふやけて脱皮する回数が増えてるんちゃうかなと思ってます、まあ個人的にね。はい、ということで早速まずは脱皮の皮を回収してやっていきましょう。僕毎回爬虫類の皮はこの脱皮は保存してあるんで、ちょっと綺麗に取りたいんですけども、で、この水蛇の脱皮の皮も他の蛇の脱皮と違って、なんかゴム質感がなんかゴムなんですよね。ぬるぬるしてるというか、ぐにょぐにょしてるというか、多分これ触った人しか分からないと思うんですけど、マジでゴムみたいで面白いですよね。よいしょ。とりあえず回収できたんで、今度は水替えをしていきたい。あ、でもその前に小赤を移動させないといけないんで、で、次にこの水をかいていきたいと思います。
い、こんな感じに変えることができました。ちょっと水めっちゃ下にこぼれた、やば。でまあこう水は変えれたとして、次はねちょっと体重を測定していきたいと思います。で測定方法なんですけども、プラケの中に水入れて、その水入れた状態で体重計の上に置いて電源入れて、でその状態でね測っていきたいと思います。それではすく測っていきましょう。はい、ということで早速ね測っていきたいと思います。でこれが体重計で、この上にプラケを置いて、でこの状態で電源をオンにしたら、ゼロになるんで、まあ、この中に水蛇を入れたら、まあ水飴ちゃんを入れたら体重が測定できるって感じでやっていきたいと思います。さあやっていきましょう。21.5g ですね。ねちょっとこの状態のをサムネにしようかなと思うんで、ちょっとねカメラで撮ります。はい、ということで、あとはね水蛇の水飴ちゃんをこの中に戻してあげて終わりかな。よいしょ、ほい、 OK。はい、ということで今回はねこんな感じで動画終わっていきたいと思います。他にもね僕は爬虫類、両生類、奇獣たちの動画とかいろんな動画あげてますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。そしてこの動画がねいいなと思ったら、よかったらね高評価ボタンもしていただけるとめっちゃ嬉しいんでお願いします。もう最近ね、オレオが水入れの中でね、うんちしてくれなくて、で、オレオのね、うんちが一番臭いんですよ、僕が飼育してる中で。なんで、こう水入れの中でしないと、もう部屋に匂いが充満しちゃってめちゃくちゃ臭くなるんで、ちょっとね、そこをね、水入れでうんこしてほしいなって感じですね。はい、ということで、今回の動画こんな感じで終わっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんか掘ってんのが、ちょうどなんかバイバイみたいに見えるね。急に止まるね。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。